でもいいんだよこんなの。もうな、乗ったやつはもう中しか見えないんだから、やっぱりこうシフトのフィーリング、お、なかなかいいよこれな。なんかスポーツカーっていう感じもするしな。かけてやるよ。 OHV かこれは。おい、ふざけんなよお前。なんだこの音よ本当に。スポーツカーかこれでも本当に。おいい音だよこれ。俺のビッツより全然いいぞこれ。クラクションは俺 Z もな結構いいと思ったんだけどよ、これ NSX、 これもうこのシフトフィールってもうほとんどもうレーシングカーだなこれ。おい全然違うよこれ。もう見てみれば、さすがやっぱりな、 VTEC だよ。やっぱり金かかってるこの車はな。最後にクラクションだよこれ。おいふざけるなお前。うちのなお前バイクと同じだよ、ゲンチャリだよお前。この男限りなく一般人に近いテクニック、そこがクソヤミストです。まずはストップウォッチで計測、 Z から行ってみましょう。時間ないよルーム。意外と足の動きっていうのは結構しっかりしてるね、うん、接地感も結構いいし、フロントのこう沈み方っていうか全体的にそのストローク量もあるし、その段に対する通従性もいい感じだね。お利口なんだけど、うん、やっぱり、うん、まあ、限界付近でのやっぱりコントロール性っていうか、やっぱりちょっとやっぱりコンピューターで制御されてる部分っていうのがあって、もう俺的にはこうはっきり言って、うん、もうちょっとやっぱりこうね、機敏な動きした方が全然面白いよね。そして NSX。